はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強しててるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していくっていうチャンネルとなっております。今回ですね、取り上げたいニュースは何かっていうと、まあ、現在松本人志さんがですね、まあ、いろいろと大変なことになってるんですけども、実はですね、皆さん、松本人志一派、いわゆるその松本さんがごっつい感じとかをですね、やっていた時期ですね、あと大阪時代も含めてなんですけども、いわゆるその松本ファミリーと呼ばれるですね、まあ、芸人さんたちがいらっしゃるわけなんですけども、今回ですね、その芸人さんたちってほとんどがですね、まあ現在大変なことになっていたりだったりとか、もしくはですね、松本さんのですね、まあ今回のまあスキャンダルの影響をですね、受けそうな芸人さんたちがすごく多いんですよね。で、そんな中でですね、唯一ですよ、皆さん、唯一もうリアルに全くのノーダメージの芸人さんが、まあ一人だけいらっしゃるわけなんですよね。で、今回はですね、その芸人さんとは誰なのか、そしてその芸人さんがですね、スタッフさん、裏方さんからめちゃくちゃ重宝されて評価されている理由とは何なのかとかですね、この辺についてですね、ちょっと話していけたらなというふうに思っております。まずなんですけども、まあ、松本人志さんといえばですね、やっぱり松本人志派閥、ファミリーみたいなものがあったりするわけなんですけども、このですね、周りにいる芸人さんは、少なからずですね、松本さんの件によってですね、今回、とばっちりを受けている方がね、ほとんどなんですよね。で、まあ、実際ですね、それがどんな方なのかってことをまずは言ってきますね。で、それをね、挙げ連なっていくとですね、あれ？そうなってくると、唯一そこに入れない松本一派がいるよな、というですね、ことで、ある一人の芸人さんが浮かんでくるって話なんですね。でですね、じゃあ、影響を受けてしまった人からどんどん話していきたいと思います。まずはですね、今田耕司さんですね。まあ、今田耕司さんといえばですね、元プラスマイナスの岩橋さんにですね、SNS で、あんたも松本さんと同じようなことしてたやろというふうに告発されてしまったりだったりとかですね。まあ、あとは、今田さん自身もですね、過去にはですね、ずいぶん派手な遊びをしていたということで、今回ですね、その週刊誌が今後ね、今田さんを狙う可能性っていうのは相当高いです。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、今田耕司さんっていうのは、過去をですね、掘り起こしてみたら、結構やばい話もいっぱいあるから、いわゆるですね、松本さんのことをですね、明確に擁護する立場をね、番組とかで撮ってると、週刊誌で狙われる可能性がかなり高いのではないかということですね。で、続いてではですね、千原ジュニアさんですね。まあ、千原ジュニアさんもですね、いわゆる今回の件によってですね、その芋づる式にですね、引っ張り出されてしまったのは何かっていうと、過去にですね、滑らない話の中で、したある話なんですよね。これが何かっていうと、まあ、ここでまた一人芸人さんが出てくるんですけど、木村雄一さんですね。この方もですね、作家とかをやっていらっしゃる方で芸人もやっていて、その松本ファミリーですね。めちゃくちゃ松本ファミリーの中ではもう松本さんの右腕みたいな感じだった方なんですけども、このキムに、まあ、木村雄一さん、通称キム兄がですね、女性を家に連れ込んだ時に女性が性行為を拒否した結果、そこでですね、脅すみたいなことをしたという話をですね、生き生きとですね、千原ジュニアさんは滑らない話でしたわけなんですよね。で、それが松本さんの今回の件がきっかけでですね、掘り起こされて、やっぱりなんかこういうことって芸人さんってしてるんだねみたいな、これって当時は笑い話になってたかもしれないけど、松本さんの話を聞いた後だと全然笑えないよねみたいな感じで、まあ、かなり話題になったわけなんですよね。まあ、なので、千原ジュニアさんと木村雄一さんも、まあ、ある種ですね、とばっちりを食ら、とば、とばっちりって言い方もおかしいか、まあ、食らってるわけなんですね。で、続いては誰かっていうと、まあ、これはですね、直接的に松本さんの件には関係ないけども、まあ、いろいろ巻き起こしてしまったっていう点で言うと、130R のですね、板尾いつじさんですね。ごっつい感じのメンバーでもありましたよね。で、板尾さんといえばですね、皆さんですね、過去にですね、14歳の少女とですね、性行為をした、中学生と性行為をしたということで、それがですね、明るみになって大変なことになりました。まあ、その後なんですけども、松本さんがですね、彼がですね、復帰できるように尽力した結果ですね、割と早い段階で復帰したっていう感じです。まあ、ただこの辺はですね、当時まだね、テレビのコンプラが緩かったっていう点がでかかったのかなと思います。多分現代において、例えば芸人さんがそのね、未成年の女の子と性行為したっていうことがですね、分かったらですね、まあ、よっぽどのことがない限りはですね、まあ、復帰はできないんじゃないかなというふうに思います。で、続いてですね、130R のはね、板尾さんの相方である香港さんですね。まあ、香港さんはですね、まあ、ぶっちゃけ直接本当に何か食らってるわけじゃないんですけども、まあ、ただこのメンバーの中ではですね、唯一ですね、ほとんどもうお笑いの仕事もなくなっちゃってるっていう点で考えるとねっていうね。まあ、香港さんって今やですね、ただのね、コメンテーターみたいな感じになっちゃってますからね。なんか芸人さんみたいな見方をしてる人いないんじゃないかなっていうふうに思います。っていう感じで、
まあ、こんな感じでですね、まあ、いわゆる、その松本さんの件によってですね、まあ、少なからずですね、影響を受けてる人だったりとか、はい。まあ、もしくはですね、自分自身で何かやらかしてしまった人と、はい。そう、この二択なんですよね、大概。松本一派って大概そういう状態になってるんですよ。うん。松本さんの影響を受けてですね、少なからずダメージを受けた人か、それか、まあ、自分自身の実力不足だったりとか、まあ、ね、やらかしとかによってですね、まあ、今結構悲惨と言いますかですね、あんまり芸人さんとしてね、皆さん、芸人さんとして活躍されてないみたいな人が、まあ、ほぼほぼ全員なわけなんですよね。うん。で、そんな中でなんですけども、実はですね、全くの無傷で、で、それでいてですね、めちゃくちゃ評判が高い芸人さんがいらっしゃるんですね。皆さんどうですかね、これ誰かわかりました？はい。これ誰かというと、そう、ズバリ、東野幸治さんなんですよ、皆さん。東野幸治さん。まあ、東野幸治さんもですね、ごっつええ感じとかに出ていた、まさにダウンタウンファミリーの一員なんですよね。なんですけども、実はなんですけどね、東野幸治さんってですね、全然ですね、ノースキャンダルなんですよ。うん。ノースキャンダル。はい。で、それでいて、テレビ業界でめちゃくちゃ、お笑い業界でめちゃくちゃ活躍していて、それでですね、評判もめちゃくちゃいいんですよね。はい。ちょっとこの辺について話していきたいんですけども、まずなんですけども、東野幸治さんって今や大御所 MC っていう感じなんですよね。実際ですね、テレビ番組で7本のですね、地上波 MC としてレギュラーをやっていて、さらにはですね、BS 吉本っていう BS でやってる吉本専用の番組があるんですけども、そこでもレギュラー番組を2本やっていて、あとはですね、ラジオの深夜番組だったりとか、あとは自分で YouTube チャンネルを2つもやっているという感じでですね、実はなんか東野さんってめちゃくちゃ活躍されてるんですよね。で、結構これって意外な人いると思うんですよ。なんか東野さんって確かに今、過去から今までずっとなんかテレビ出続けてるイメージがあったけど、でもそれでもなんかめちゃくちゃ見るっていうイメージも正直なかったりするじゃないですか。なんですけども実際はですね、テレビレギュラー7本に、BS のレギュラー2本、そしてラジオの深夜番組 YouTube チャンネルも2本やってるんですね。もう本当に七面六臂のですね、大活躍をね、実はしてるわけなんですよ。はい。めちゃくちゃ売れてるんですよ。めちゃくちゃ売れてる。うん。ね。で、じゃあなんでですね、東野さんって、まあ、こんなにもすごいのかっていう話なわけなんですけども、はい。まず第一にですね、東野さんっていうのはですね、その芸人さんとあんまり付き合わない方なんですよね。うん。というのは何かっていうと、その芸人さんって基本的に村社会だから、要はその芸人さんの中のルールだったりとか、そういう世界で生きてる方がめちゃくちゃ多いわけなんですよね。はい。だからそれこそさっき言った千原ジュニアさんがですよ、皆さん、キム兄さんが、そのね、家に来て性行為をさせなかった女性を恫喝したみたいな話を普通にゲラゲラ笑いながらテレビで話してましたけども、あれだって芸人さんの世界ではあれが当たり前で笑い話になるわけじゃないですか。ただ世間からすると、特に現代の世間からすると、え、そんなことしてる人たちなのっていう風になっちゃうわけですよ。つまりこの辺から考えてもですね、やはりその村社会、その村とですね、都会に住んでる人とのですね、そのルールが違うってのがよくわかりますよね。うん。で、結局なんで村社会になってしまうかっていうと、要はその芸人さんがですね、芸人さんとばかりつるんでいるからなんですよね。うん。そうするとその中で村が生まれ、その村の中でルールが生まれていくわけじゃないですか。しかしながらなんですけども、その東野さんっていうのはですね、基本的に芸人さんと全然絡まないんですよね。で、これは過去も現在も全部含めてなんですよ。はい。いわゆる、そのね、収録終わった後だったりとか、ね、普通にその、まあ別の日でもそうですけども、芸人さん同士で飲みに行こうかっつって。はい。みんなでどんちゃん騒ぎして、そこで女の子呼んで合コンしたり、夜遊びしたりだったりとか。はい。そういうことをですね、基本的に東野さんって全くしないんですよね。全くしない。うん。まあ、夜遊びしないんですよ。だって、皆さん考えてほしいのが、あんまりこう、東野さんってなんか性的なイメージなくないですか？なんか、東野さんがその女性に対してどうこうみたいなイメージでないですよね。なんか、てか、なんだったら東野さんが女性になんか興味があるみたいなイメージすらないですよね。まあ、もちろん男である以上ね、それは女性に一定の興味があるのは間違いないんですけど、でもそんなイメージも全くないじゃないですか。で、なんでこんなにも全くないかっていうと、それはやっぱり過去の行動なんですよね。実際、そのごっつい感じとかであんだけめちゃくちゃ売れてる時から、その芸人さん同士でのですね、プライベートの絡みを一切しない。そして今現在こんだけ売れてるにもかかわらず、その同じく芸人さんの飲みにも行かない。はい。もう仕事が終わったら一目散に帰っていくわけなんですよね。で、普段何してるかっていうとですね、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかで、いわゆるその映画とかアニメを見るのが大好きらしいんですよね。で、今もドラマとかめちゃくちゃ見てらっしゃって、それをですね、最近見た、いいアニメとか面白いドラマということで SNS で発信したりとかして、それによってですね、また新しいそのジャンルのファンもですね、ついていったりとかしてるわけなんですよね。うん。で、そういったですね、イメージがですね、あるからこそ、まあ、結果があるからこそですね、世間からすると、東野幸治さんにあんまりこう、性的女性のイメージがですね、まあ、湧かないわけなんですよ。で、これがですね、結局、そのスタッフからですね、信頼される理由なわけなんですよね。はい。というのは何かっていうと、今の時代って本当にコンプライアンスが厳しいですから、芸人さんなんて過去を掘り返したらですね、まあ、やばいことなんてはっきり言っていくらでもしてるわけじゃないですか。言ってしまえばね。うん。で、それが、たとえ何十年前のことでも掘り起こされてしまったら、はい、アウトなわけですよね。まあ、実際
際問題、それで松本さんはアウトになったわけですよ。はい。過去のことをですね、掘り起こされて、それで今のルールに照らし合わせて、いや、それはあなたないですよ、ということで、松本さんはテレビから消えたわけなんですよね。で、他の芸人さんもそうですけども、少なからず掘り返されしてしまえばですね、終わってしまう芸人さんなんて、まあ、5万といるわけじゃないですか。それこそ今田耕司さんだってですよ、なんかすごいクリーンな感じでやってるけど、過去を掘り返したら、まあ、それは相当なことやってますよ。だって実際問題、今田さんといえばですね、女好きで有名ですし、数々のですね、まあ、女性と、まあ、スキャンダルといいますか、いろんなことを取られていますよね。はい。で、それに比べると、東野さんってめちゃくちゃクリーンなんですよね。はい。で、これはやっぱりですね、テレビを作ってるものからすると、まあ、重宝しますよって話したわけですよ。はい。東野さんだったら、まず第一に実力もあるし、で、それでいて、変なスキャンダルも関係ないから、ね、もう安心してブッキングできるわけですよね。はい。全く持って叩いても誇りがないということなんですよ。はい。過去を含めても、全く何もスキャンダルがないと。だから、やはりそのテレビ局側としてはですね、そんなに安全な芸人はいないわけなんですよね。うん。はい。で、そうなってくるとですね、やはり東野さんが実はですね、この2024年のコンプラがね、いろいろ厳しい時代において、なんか一番ですね、東野さんが活躍されてるっていうのはまさにそれなのかなっていう気がします。うん。まあ、よくね、なんかこう、ダブルコージーとか言われてですね、今田コージーさんとのニコイチみたいな感じで比較される方もいるんですけども、いや、実はですね、そんなことなくて、下手したら今田コージーさんよりもですね、テレビとかには出ていたりもするわけなんですよね。うん。はい。で、あとやっぱり東野さんって最後に一個だけ言いたいのは何がそれかっていうと、すごいですね、自由奔放に仕事をしてるってことなんですよね。で、何かっていうと、さっき言ったらね、レギュラー番組がいっぱいあるって言いましたけど、あの中にはですね、東野さんって将来ですね、移住したいらしいんですよ。田舎に引っ込みたいらしいんですよね。だから NHK のですね、レギュラーがあって、その番組の中でいろんな地方を回ってですね、そのね、移住する先を選ぶだったりとかですね、はい。あとは YouTube とかでもですね、デニムですね、はい。そういった系統の服が好きなので、その服についてですね、いろいろとですね、いろんな店を回るみたいな YouTube をやっていたりだったりとか、うん、まあ、つまり何が言いたいかというと、東野さんって自分のですね、趣味のための仕事もいっぱいやってるんですよね。それこそさっき言ったドラマとか映画が好きだから、そういったですね、情報を若手から教えてもらうみたいな番組をやっていたりもします。はい。まあ、だから言ってみたら、その今田耕司さんってある種なんていうのかな、呼ばれた番組だけをただやってるだけみたいなイメージはあるんですけど、それに対して東野さんっていうのは呼ばれた番組もちゃんと一生懸命やって結果も出すけども、それ以上にね、自分がやりたい仕事、自分の趣味に関わる仕事とかもですね、どんどん自分で作っていって、それもですね、やっている感じなんで、むしろなんか今田さんよりはですね、なんか芸能界を謳歌してる感じすらあるんですよね。はい。だから一見なんかすごい無表情で、なんか無関心、何考えてるかわからない人っていう感じがするんですけども、実はですね、そういう人間味、臭さもね、人間臭さもすごいあるよっていう方なんですね。はい。まあ、なのでもう一回言いますけども、この松本一派ファミリーの中でですね、今ある種一番の勝ち組は誰かっていうと東野幸治さんであるという話ですね。というわけでね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントの方はぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。